くから幼なじみの素子が帰ってきた。彼女は僕のガールフレンドである。多分と付け加えたのは、恋人になってすぐ彼女はニューヨークに行ってしまい、連絡もほとんどくれない。これで付き合ってますなんて自信を持って言えるはずもなく、そんな時僕にまっすぐな好意を向けてくれたのがロボットのボッコさんで、僕がそんなボッコさんにフラフラと言ってしまって、それはもうゲスとかゲスじゃないとかそういう次元の話じゃなくて、ああでも元子は元子でやっぱり魅力的で、僕は決して優柔不断なわけじゃないんだけど、この頃二頭を追うものは一頭も得ずなんていうことわざが頭の中をぐる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 長い。モノローグが長いよ新一。あとほら心の声が出ちゃってるぞお前本当に。1時間前のしょうもないモノローグで終わらせる気か。あ、 N 博士。だから何やってるんだよガレージの前で。ほら早く中入れ。はい。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。あら来たのね新一。あ、新ちゃんこんばんは。こんばんは、ボッコさん、元子。ああ、カオルさんもこんばんは。あの、新一さんちょっといいですか。はい。来て早々妙な緊張感を漂わせるのやめてくださいよ。いやそうは言っても、だってあの二人は。まあ心配するなって。ボッコの人工知能に先週同様恋愛話打ち明け制限回路を組み込んで、今ボッコは自分の恋愛を語れないように設定してあるから。ええ、新一さんのことは特に話してませんよ、うん、でね、ニューヨークで一番美味しいパンケーキのお店に行ったんだけど。それでそれで。ほらな、仲良くパンケーキの話をしてるじゃないか。よかった、平和だ。平和だじゃないですよ。いずれ新一さんの口から元子さんにボッコさんのことを伝えなきゃダメなんですからね。これは修羅場になるな。というかちゃんとボッコさんのことを選んでくれるんですよね。え、何鳩が豆鉄砲食らったような顔してるんですか。ああ、もちろんだよもちろん。お前な、そりゃ元子ちゃんはとってもいい子だし気持ちはわかるけどさ、いい加減そこんとこはっきりケリをつけないと。結果的に元子を裏切ってしまったんですよね僕。あんなに好きだったのに。まあそうだな、お情けで付き合ってもらってたような立場のやつがまさかの二股だよ。うわ、ドン引きですね。なんだ痛むのか胃が。そうなんです、なんかもう最近食が進まなくてうどんしか食べられないんです。うどんは食べられるのか。うどんは食べられます。ああなら食いに行くか、うどん。え、何ですかその流れは。だって新一はもうじき男として誠意を見せなきゃいけないんだ。修羅場に備えて腹を満たしておかなきゃダメだろう。腹が減っては戦できぬだ。まあ新一さんが一方的にやられる戦ですけどね。まあそうなるな。じゃあ便利カーに乗るか。おいでピート。え、しんちゃんどっか出かけちゃうの。ああ、うん、ちょっと行ってくるよ。じゃあ留守番頼むよ元子ちゃん。はい、行ってらっしゃい。ではシートベルトを締めたら冷やのいいのか。ああ、行っちゃった、また話せなかった。え、元子、新一に何か話があるの。ああ、うん、こっちの話。そう、こっちってどっちよ。この空気なんか気まずい。新一さんたち早く帰ってきて。If you ever plan to motor west、Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route
三菱自動車ピートの不思議なガレージ、このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りします。元子のやつ何か話したそうだったような。新一、便利カーで出かけている間はちゃんと明るくしてろよ。隣に新規臭いやつがいるのは嫌だからな。分かってますよ。それでここは香川県は高松市だ。うどんが大好きな映画監督に会いに来たんだ。うどん好きの監督？犬博士、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです、元弘さん。新一、こちらは映画監督の元弘克之さんだ。香川県を舞台にした映画うどんの監督さんだ。見ましたよ、映画うどん。確か映画が公開された2006年はちょうどさぬきうどんが大ブームの時でしたよね。そうですね、僕の出身が香川県、今うどん県とか言うんですけど、さぬきうどんを題材に映画を撮ってみたいなと思ったりなんかしてました。ではそんな元弘さんにうどんの魅力を熱く語っていただくとしよう。よろしくお願いします。はい、小さい頃からうどんっていうのはもう日常的に食べられてきた、はい、食べてましたね。本当はうどん屋さん、製麺所とかは1つ50円か60円ぐらいで当時はうどん玉を売ってるんですよ。駄菓子屋さんにもうどん玉が売ってて、はい、それをビニール袋に入れて、おつゆをちょっとお醤油とか入れて、それをつるつる食べながら歩くっていう。ビニール袋に入れたまま、はい、それ丼を持っていくのがめんどくさいから、そうやって食べるっていうのは本当に普通にやってたんですね。すごい、はい。もうそれぐらい当たり前のようにうどんはもう毎日のように食べるんですか？食べてましたね。お店もいっぱいあるんですよね。お店ももう今800から900って言われてますね、香川県内だけで。こういろいろ調べて、映画うどん時に東京にあるマクドナルドの数よりも香川県にあるうどん屋の数の方が多いっていう。あのオープニングで出てきた。そうです、あれすごいびっくりしました。あれもっと数字が今変わってると思うんですけど、もう歩けばもうあっちこっちにうどん屋があって、しかもほとんどのうどんが美味しいですね。やっぱり違いもあるんですか？あ、もう全然お店によって違うので、食べ方によっても違うし、全く同じ店っていうのは存在しないと思います。あのうどんっていう映画は、例えばメンツーだって出てくるじゃないですか、はいはいはい、あれも実在する団体なんですか？もう本当に香川県のタウン情報誌ってあるんですけど、そのタウン情報誌を作ってたうどん好きの有志たちがあれを起こしてって、でうどん好きの仲間たちを集めて、本当にうどん王選手権っていうのを当時開いてたんですよ。うどん王、はい、どんぶりだけ見て、どこどこの店のうどんとか、麺の断面を見て、あ、どこどこのうどんとか、もうよくエッジが立つって言うんですけど、うどんの角がピッてこう、そのエッジの立ち方が違うとか。問題で他に、あとはなんかこう、このネギはどこのうどんでしょうみたいな感じで、そのネギでどこのうどんってみんな当てるんですよ。ネギでの違いもあるんですか？はい、びっくりするネギって違うんですよね。そうなんですね。高級ネギを出す店と、そっかもう田舎の方に行ったら田舎ネギを出す店と、いろいろありまして、高級ネギの店はもうやっぱりちょっと高いんですよ。一杯ね、500円ぐらいするんですよ。150円か200円ぐらいが普通のおうどんの値段で。本当に安いんですね。はい、安いんです。未だにその値段ですからね。変わらないんですね。はい、あれなんか映画の中でネギ裏の畑から取ってきなさいよみたいな、 あれはもう有名なあるんですか？これ誰がでもそれをそんな風に流行らしたんだろうっていうか、伝わっていったんだろうって、やっぱり調べたら村上春樹さんなんですよね。村上春樹さんが編集部に連れられて、変なうどん屋さんがあるっていうんで、香川県の讃岐うどん屋さんに連れて行かれた時に、中村っていううどん屋さんに行って、そこはもうネギは裏の畑から取ってくるっていうのが決まりで、先生も面白いからネギ畑で取ってきて、それを入れたものをそのエッセイかなんか書いたんですよ。そこから一気に広がっていって、本当にあるんですね、ああいうことってね。はい、でやっぱりそれがあまりにも有名になりすぎて、うん、中丸丼はもうすごい土日はもうのすごく混むんですけど、なのに畑からネギが取ってこなきゃいけないっていうシステムは未だにあるんですよ。あ、今も変わらずにあるんですね。うんうん、だからネギ畑とか作ってるんです、このそのためにそのためだけにネギ畑大きくしちゃったりとかして、そっか、お客さんがいっぱい来ますもんね。すごい来るんですね、やっぱ。中村屋さんっていう、中村うどんっていう、中村うどんっていう、はい、
なんかうどんってやっぱりお店に家でも食べるものなんですか、香川県とか。香川県では僕がいた頃はやっぱお袋が出汁を作って、麺は製麺所から買ってくるんですよね。いっぱいあったんで、作ってる製麺所と言われるところが。でそれでお袋の味っていうのをこうやってましたね。いろんな家行くとみんなお母さんたちがうどん出してくれたりとかして。だって本当にびっくりするんですけど、お葬式でもうどん食べますからね。はい。あとあの新築するじゃないですか家、はい、新築したらその家の最長老おじいちゃんがお風呂に入ってうどん食べるっていうこれを習わしであるんです。おかしいだろうと思うんですけど、湯船で使ってってこと、はい、それは何なんだって。その習わしなんですか、昔から。ただ胸上げとかあるじゃないですか、あのお餅を巻いたりとか新築した家に、はい、で胸上げの時も香川だとうどんを振る舞うんですよ。すごい、とにかくうどんなんですよね。なんかそこまでこの生活に溶け込んでる食べ物ってあんまない気がして、なんていうんですかね、僕本当東京でうどん一切食べないんですね。え、はい、蕎麦屋かラーメン屋行きますあ、うどんは食べないんですか。食べないですね。本当よっぽど香川県から来ました、どこどこの流れのうどん屋ですっての分かったら行きます。流れっていうのは流れっていうのは流派みたいなうどんのやっぱり流派というかね、やっぱりねキーマンいるんですよ。宮武さんっておじちゃんとか、中村のおじちゃんとか、なんかこう全部流派があるんですよ作り方とか微妙に皆さん違っていて、出汁が美味しいお店と麺が美味しいお店と、あとうどん専用の天ぷらを作ってるお店とかもあるんですよね。うどん専用の天ぷら、はいはい、藤原天ぷら店って言うんですけどうどんの中に入れるとゲソ天がすごい人気で、うどんの中に入れるとプワーッと砕けていくんですね。こう溶けていくというか、その周りの衣というか、はい、でその衣の中に微妙なんですけど、多分ねカレーが微妙に入ってて、これが本当に美味しくて、うどんに合わせるための天ぷらなの、はい、もうまさにそうです。もう映画うどんの中だと小西真奈美ちゃんが顔よりも大きい天ぷら、あれが藤原天ぷら店のうどんです。あれなんですね、はい、ものすごい大きいやつ、大きいやつです。あれを壊れてみんなブワーって食べるんですけど、その流れのお店が東京にもこう出てきてる、はい、出てきてますね。あのそこで修行された人とか何人かいらっしゃるんですけど、ちなみになんていうどん屋なんですか。すごくあの応援しているうどん屋さんが何軒かあって、神田に東京一福っていう、一福一つの幸せ幸福の福と書く東京一福って店があるんですけど、ここの大将はその香川でもニューウェーブと言われる大将で、香川県のうどんランキングでも2位に食い込むんですよ。まだ若いんです、大将。ランキングもあるんですよ、はい、うどんランキング、そう、何でもありますね。これもね、そのランキングの付け方もすごい良くて、年間に100軒以上うどん屋さんに行く人が選ぶランキングなんです。このランキングはもう信用できるというか、はい、でも円通団の人たちがこうやってるものなんですけど、あとうどんってあの衣替えがあるの知ってますか冬はちょっと太麺なんですよ。あ、太さが変わるんですか。変わるんですよ。夏はちょっと細くなるんですなんで変えるんですか、太さ。夏だと冷たい細いうどんの方が口の中チコチコ入って食べやすくて美味しいっていうことらしいですね。やっぱり冬はあったかいおつゆにこう熱々のうどんを食べるっていう、あれがやっぱり美味しいじゃないですか。ファーってやっと白い雪出て、じゃあ香川県のうどん屋さんっていうのは大体その衣替えっていうのはどこもされることなんですか。大体やってますね。あ、で僕はちょっとつぶって、大将なんか麺細くなってないですかとかって言っちゃうんですよねうどんに絡めたことが本当にいろいろあるんですね、香川県の中。ありますね。香川県って日本で一番ちっちゃい県で、すごい狭いんですよ。だからすごく網羅しやすくて動きやすいですね。はあ。なぜか高速がドーンと走ってて、それ使えばもう東から西まで一気に20分ぐらいで走れるんで。皆さん車で回られるんですか。はい、そうですね。じゃあ本当に一日何軒って回るのも回りやすいという、はい。回りやすいです。またね、香川県ならではなんですけど、このカーナビがうどん屋さんが入ってるんですよ。うどんカーナビなんですよ。すげえ感動します。うわ、全部入ってるうどん屋。カーナビにもうどん屋さんがどんどん出てくるんです。はい、でみんなそれに乗っかってブワーっていろんなうどん屋さん回って。あと夜しか開かないうどん屋とか。夜しか、はい、夜8時からじゃないと開かないそのうどん屋さんに、あの鶴丸っていううどん屋さんなんですけど、カレーうどんがありまして、はい、そこのカレーうどんはもうね、巨匠大林信彦監督も、いや、あのうどん食べたいだけに日帰りしたいんだよ、
って言うんですけど、そこ8時からしかやんないから日帰りできないんですか。夜8時からだと、はい、それは昼間はやってないんですか、お店自体は。はい、やってない、夜だけしかやってない。夜8時から夜中1時2時まで。そっかのうどんはもうやっぱり美味しいんですか。で、僕は普通だと思うんですけどね。多分インスタントなんですよあれ。ちょっとそんなことってありえるんですか。いや、だからその大林監督とか前にいた会社 そのロボットって会社の安倍修二社長がそのうどん屋が大好きで、あの年代って多分そのインスタントカレーみたいなのがもう昔子供が食べてただと思うんですよね。だから日本で一番うまいって言うんですよ2人とも。でもその2人がうまいって言うとブランドになっちゃうんですよね。小林さんがこう日本で一番うまいカレーうどんだよとか言ってたら、もうそれもうわっとなりますもんね。で、監督も実際あの佐野慶也さんとか来てくださると、まず元ちゃん、あのうどんカレーうどん屋さんに連れてってとかって言われるんですよ。で、奥様と一緒にこう連れてってどうですかみたいな感じ。やっぱ最高だねみたいな。カレーうどんでしかもインスタントなのに。ちょっとなんか懐かしい味なんですかね。懐かしい、昔だなんだと思うんですよね。I wouldn't trade you for the whole Big Apple, the Great White Way, first base at Shea. I wouldn't swap you for the city's keys or all that stuff at Tiffany's. I wouldn't trade you for the whole Big Apple to play the palace, the Met with callus. Not even for the Rockefeller tree or corned beef at the Carnegie.Who needs breakfast after dark? Or counting stars in Central Park? The glamour, the grammar, all leave me cold. But you keep me warm as I grow old. Well, I wouldn't trade you for the whole Big Apple. The Circle Line, Le Cirque at Nine. Not for a penthouse on Park Avenue. I wouldn't trade you, you take Manhattan.三菱自動車ピートの不思議なガレージ。皆さんこんばんは。知性と野性の王国の時間です。今日はどんな知性と野性に出会えるのでしょう。早速一台の車が見えてきました。随分加速がスムーズですが、先生これはアウトランダー PHEV ですね。電気とモーターだけで走るので車内もとても静かなんですね。これぞ知性の走りといったところ。今度は砂利道を走り始めましたね。四輪制御システム SAWC を搭載しているので、どんな路面でも安定感抜群なんですね。まさに野生の走りです。白熊ですか。目覚めてしまったんですね、ドライバーの探求心が。ああ、私も知性と野生が出会うとき、探求心が目を覚ます。ニュー U 三菱アウトランダー PHEV。 想像力をかきたてるスムーズな加速、路面を選ばない卓越した安定性。知性と野生が出会うとき、探求心が目を覚ます。ニュー U 三菱アウトランダー PHEV。ごちそうさまでした。ああ、美味しかった。ああ、せっかく香川県に来たんだから、さぬきうどんは食べておかないとな。じゃあごちそうさまでした。やっぱり本場で食べると違いますね。うどんの発祥も香川なんでしょうか。やっぱそこ興味持つな。ではうどんの歴史を見に行くとしよう。ヒアウィーゴー。さあ8世紀の中国にやってきた。8世紀の中国？うどんって日本食ですよね。うどんのルーツになるものはここ中国から伝わってきたものなんだ。ではどんな時代のどんな言語もわかる都合のいい装置スイッチオンだ。
ん？あそこの食堂でお湯で何か茹でてるぞ。すいません。なんだい？この白くて丸い団子みたいなものなんですか？ああ、コントンだよ。コントン？小麦粉を練って作った皮にあんをくるんで茹でるから果物だ。へえ、あんこ入りのお団子みたいな感じですね。実はこのお菓子コントンが日本のうどんのルーツと言われている。え、このお団子が？そうなんだ。まあざっくり説明すると、このコントンを温かい汁に入れて食べたことから今度はオントンと呼ぶようになり、それがウントン、ウントン、うどん、うどん、うどんへと変化していったらしい。コントンはうどんの語源なんですね。このお団子がうどんのルーツなのか。これが日本にどう伝わったかについてはな、諸説ある。9世紀初頭、あの有名な弘法大師空海が唐の都から故郷の四国香川県に持ち帰ったのが始まりという説もある。あの空海がですか？その説だとやっぱり香川県が日本のうどん発祥の地ってことになりますね。ただな、日本に伝わったばかりのうどんは今のような麺ではなく、小麦粉を丸めて薄く伸ばしたものを茹でたものだった。今みたいにうどんが麺になったのはいつからなんです？それは次の時代に行けばわかる。14世紀の室町時代だ。あのお屋敷、広間に武士みたいな人たちが大勢集まっていますよ。ああ、彼らは仏教の行事で集まっているんだ。あ、何か儀式の最中なんですね。道理で静かなわけだ。ん？向こうの台所から包丁の音が。ああ、伸ばしたうどんの生地を包丁で切ってますよ。そうだ、切り麺だ。うどんが麺になって食べられるようになったのはこの室町時代からなんだ。へえ、今のうどんの形になったんですね。ただこの時代のうどんは今みたいに気軽に食べられるものではなかった。こうした仏教の集まりなんかで武士や公家に振る舞われる少し特別な食べ物だったんだ。少し特別な食べ物か。ではお次はうどんが庶民にも食べられるようになった江戸時代に行こう。さあ江戸時代中頃、花のお江戸にやってきた。おっとそこの江戸っ子、ちょい訪ねるぜ。うどんは好きかね？うどん？こちとらそばが好きだね。だいたいうどんは野暮天が食べるもんじゃねえか。こちとら江戸っ子はそばを食べるのが生きってもんさ。太いうどんをちんたら食ってるほど暇じゃないんでね。じゃあ先急ぐんで、あばよ。え？何ですか、あの江戸っ子のうどんディスりは。忙しい職人が多い江戸の町ではな、食べる時間が短縮できるそばを選ぶ方が仕事ができる男でかっこいいって感じだったからな。そばもうどんもそんなに食べる時間変わらないと思うけどな。まああんな風に言われながらも、うどんが最初のブームを迎えたのはこの江戸時代だ。全国に醤油が出回り始めて、それまで味噌味が主流だったうどんの味付けが大きく変わった時代でもある。ああ、そうそう、映画監督の元弘さんと話すとき、お前2006年頃に讃岐うどんのブームがあったって言ってたよな。はい。実はな、讃岐うどんは昭和40年代にもブームになっている。何があったんですか？1970年に行われた大阪万博で讃岐うどんの店が出されたんだ。その店ではお客さんの目の前でうどんを打ち、その場で茹でた。うどんを打ってるのを見られるお店って今では珍しくないですけど、
当時は新しかったんでしょうね。寿司だって目の前で握るんだから、うどんを作っているところを店頭で見せてもいいじゃないか。このアイデアが当たって讃岐うどんの知名度は一気に高まったんだ。お寿司から発想を得るなんて面白いですね。ではうどんの歴史はこんなところにして、そろそろ現代に戻るとしよう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。皆さんこんばんは。知性と野性の王国の時間です。今日はどんな知性と野性に出会えるのでしょう。加速がスムーズな車ですね。 PHEV の走りが想像力をかきたてます。知性ですね。今度は砂利道を走っています。どんな路面でも安定感抜群なんです。野性ですね。白熊ですか。はい、目覚めてしまったんですね。ドライバーの探求心が。知性と野性が出会うとき、探求心が目を覚ます。ニュー U 三菱アウトランダーPHEV。 デリカ D2 ハイブリッドに息子と試乗してみた。おお、加速すご。うわあ、スイスイスイ。この快感もはやジェットコースター。遊園地行きたいな。行っちゃう。これ試乗なんですが、このハイブリッドが遊び心を加速する三菱デリカ D2 ハイブリッド。ねえパパ、最近ママ綺麗になったよね。もしかしてこの車と関係あるのかな。リアサーキュレーターに弱酸性のナノイーを搭載。乗る人に優しい室内快適装備のスーパーハイトワゴン。三菱ニュー EK スペース誕生。さて到着だ。ここは喫茶店ですね。あー N 博士こんばんは。いやーこんばんは。うどんが主食さん。え、うどんが主食さんってもしかして食べログでめちゃくちゃ有名な。あ、どうも、はじめまして。あ、はじめまして。あなたがうどんが主食さんだったんですね。では食べログの超人気レビューは、うどんが主食さんに思わず食べに行きたくなるおすすめのうどんを教えていただくとしよう。よろしくお願いします。はい、わかりました。うどんが主食さんは全国いろんなやっぱりうどんって食べられてるんですか。そうですね、基本に讃岐うどんがありつつの博多うどんはどうなんだとか、そういう感じなんですよ。博多のうどんって美味しいんですか。博多はよく柔らかいとかって言うんですけど、まあ大概そうなんですけど、やっぱり美味しいうどんは柔らかい中にもコシがあって、コシってやっぱり硬いのがコシじゃないので、伸びるようなもちもちした感じが柔らかくても残ってるんですよ。美味しいうどん屋さんは柔らかくてもコシがあるものはあるんですね。ありますあります。博多のうどんっていうのはつゆは、博多はあごだしだと思うんですけど、あごっていうのはあの飛び踊したやつ、で讃岐うどんはいりこ、近畿行くといりこ使わず鰹節とか鯖節とか使ってるんだと思うんですけど、うどんさんの、あの博多で、例えばうどんを食べるってなった時におすすめのお店ってあったりするんですか。あるんですよ。必ず行く、ここもすごい混むんで、うどん平っていう、うどん平平っていう字一文字、あ、平べったいの。そうですそうです、はい、タモリさんなんかもおすすめしてるうどん屋で、すごい11時半開店で50人ぐらい並んでますよね。そっか、それだけ並ばないと食べられないんですね。食べられない。でも美味しいんですか。美味しい。その美味しさっていうのは、その平ってお店はどういう美味しさなんですか。麺はさっき言ったように確かにコシもあってもちもちしてます。でも柔らかいです。で博多って比較的その街中にあるチェーン店のうどん屋さんも美味しいんですね。あ、普通のチェーン店でも美味しい。美味しいです、うん、それは柔らかくてふかふかして体に優しいみたいなうどんなんですけど、まあそれプラスそのうどん平のうどんもちもちしてるし、トッピングエビ天とかごぼ天とか肉も全部美味しいです。でそれ絶対ダブルなんですね。エビごぼうとか肉ごぼうとかでサイドメニューにいなり寿司と柏のおにぎり、これマストなんですよ。柏のおにぎりっていうのは、鶏肉と人参とかごぼうとかを甘辛く煮たやつをご飯に入れて炊いてるんですよ。炊き込みご飯みたいな。炊き込みご飯ですね。そうそうそう。でそれおにぎりなんですよ。これがうまいですで七味入れるじゃないですか。入れますよ。で、まあ、七味がなくて一味なんですよ、うん、これ一味がいいんですよ。七味だと確かに味わいは深いけども、シンプルな辛さではないですよね。で
さぬきうどんもそうですけど一味がやっぱり良くて、博多は一味プラス柚子胡椒もあります。柚子胡椒も合うんですか、うどんに？いやもう合いますね割り箸をパチンと割って、うん、箸の反対側の方で柚子胡椒をこう瓶で置いてあるんでちょっとすくって入れて、うん、でも美味しそう。なんか腹減ってきますね平っていうお店ですね。うどんさんの中で、例えば博多以外にも例えばちょっとこう穴場のお店だったりうどんがおすすめの地域っていうのはありますか？赤羽橋っていうところは分かります？都内の赤羽橋、はい、大江戸線で10番の次の駅で麻布十番の次、三田とか近いんですけど、はい、そこに信濃っていううどん屋があるんですよ。信濃、これ信濃って聞くと、うん、なんか長野っぽいじゃないですか。ちょっと信濃、長野ではなくて、そばとうどんがあって、けんちん汁が有名なんですよ。けんちん汁、はい。で、けんちんうどんってあるんですよ。あ、もちろんけんちん汁だけ単品で食べるのもできるんですけど、そのけんちんうどんっていうのがあって、けんちん汁が死ぬほどうまいんですよ。うわ、食べてみたい。夏はちょっと大汗かいてやばいですけど、冬めっちゃうまい。で時間経てば、けんちん汁の味をうどんが吸ってですよ。あー、うまいんですよね。で昔は日新橋にあったんですね。で今虎ノ門ヒルズとかの計画で引っかかって移転しちゃったんですけど、超有名でしたよ。あ、もう昔から有名です。はあ、信濃、日新橋の信濃って、まあ、けんちん汁がこう人気のお店なの？けんちんうどんが。うどんなんですね。で僕はだから行くと二通りあって、うん、けんちんうどんを食べる人、うん、でけんちん汁が美味しいから、うん、うどんとそばをつけて食べる人。うわあ。どっちも美味しそう。どっちも美味いんですよ。美味しそう。ああ、これ本当美味いんですよね。うどんも手打ちで本当に美味しい。わあ、だちょっとさぬきうどんとか博多うどんとは違うんですけど。信濃、ぜひ行ってください。他にもうどんさんのそのおすすめのうどん屋さんってあったりしますか？まあ、車で行くんですけど、大泉学園の方に長谷川さんっていうお店があって。長谷川っていうお店で。武蔵野うどんになるのかな、カテゴリーとしては。でも麺はその硬くなくてもちもちしてて、結構だしもしっかり味付いてて、ただトッピングが変わってて天ぷらうどんとかなくてですね、焼き豚うどんとか、それ美味しいんですよ、すごい、はい。あとカテ盛りって言って、多分これがあるから武蔵野だと思うんですけど、野菜とか豚肉を甘辛く煮つけた汁にうどんをつけて食べるんですよ。つけ麺みたいな感じのうどんつけて。あ、そう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 、つけ麺、つけ麺で、カテ盛りのカテっていうのが食料の量なんですよね。ほー、カテ盛りって言うんだ。カテ盛りで冷やしてザルで食べてもいいし、釜揚げうどんで食べてもいいし、あったかい。だから全然タイプが違うんですよ、讃岐うどんと。武蔵野うどんっていううどんの種類というかジャンルになるんですか？そういうものもあるんですか？まあ、あるみたいですね。あのやっぱり武蔵野っていうのは大地があって、まあ、埼玉なんか特に小麦の生産が盛んですから、人が集まったらそこのお母さんかおばあさんが売ってみんなに振る舞うっていう風習があったようですよ、昔は。でまた全然違ううどんなんですね。全然違いますね。なんかそれはそれちょっと食べてみたいですね。もう焼き豚うどんとか刻みうどんとか、あと梅干しが入っていたり、結構トッピングが本当そう変わってるんですけど、美味しいです。焼き豚うどんってなかなかないですよね。なんかで、まあ、今は割と駅の近くにあるんですけど、昔はなんか街道沿いにあって、もう車がないと絶対行けないところで、前の時は車に乗ってうどん食べに行ってましたね。なるほど。
東京の工学院大学にやってきた。N 博士、お待ちしていました。いやー、山田さん、こちらは先進工学部応用科学科教授の山田正春さんだ。はじめまして。はじめまして。山田さんはな、うどんに関する研究もなさっているんだ。はい、科学の力でうどんを美味しくする方法などを調べています。ではじっくりお話を伺うとしよう。よろしくお願いします。はい。うどんの研究っていうのは、はい、具体的にはどういうことをされてるんですか？まあ、いろんな研究をやってきたんですけれども、最近はですね、風味の良いうどんの研究っていうのをやってるんですね。多分うどんでね、風味って関係ないんじゃないのと思ってる人はほとんどなんですね。と申しますのはね、普通うどんっていうと弾力性とかコシがあるうどんが美味しいっていうことになってますよね。コシがあるねって、はい、はい。ところがですね、うどん通とかうどんをよく食べる人に聞いてみると、麺の持つ風味っていうのが大切だ、そういうことを聞くんですね、はい。それで今ですね、埼玉県の県庁にぶら下がってる研究所の先生方と共同研究をやっててですね、風味の良いその日本産の小麦粉を使ってうどんを作るっていう研究をしてるんですね。うどんの風味っていうのは、はい、その麺から香ってくる。その通りなんですよ。普通はだし汁ですよね。それで昔はですね、日本産の小麦ってものすごく風味の強い小麦が取れたんですね。ところがだんだんそれが取れなくなってきて、新しい品種が開発されてきたんですよ。ところがその新しい品種はオーストラリア産の今まあ主流になってる小麦に近い風味なんで、ちょっと弱いんですね。それで昔のような強烈な風味のする日本産の小麦を開発するっていうのにちょっと協力をしているんですね。今僕たちが食べてるうどんっていうのは日本産の小麦と思われるでしょ、はい、違うんですよ。ほとんどがですね、オーストラリア産の小麦粉で作ってるんですね。あ、オーストラリア産なんですね、はいはい。これ色がクリーム色で綺麗で歯ごたえがあってですね、美味しいうどんができるんですね。これたまたまなんですよ。それで戦後日本の農業技術者がオーストラリアに出かけてそういうことを発見したんですよね。でそれから日本と貿易取引をするようになって、でそれはビッグビジネスになるんで、オーストラリア一生懸命研究して日本のうどんに適したようにいろんな品種開発をして今の姿になっているんですね。そうなんですね、うん、はい。でも例えば山田さんがその研究される中で、はいはい、香りが強い小麦を使ってはい、うどんを作る、やっぱり風味ってするものなんですか？少し、はい、私の研究室ではですね、食品の匂いを分析する非常に感度の高い装置を持っておりまして、それを使うとですね、確かに昔の日本産の小麦である農林61号っていう独特な風味があるっていうのは数値で出てきます。あ、ちゃんと出てるんですね、はい。なんかこううどんって栄養の部分だったり、はい、こう成分としては何か特別なものってあるんですか？はい、うどん用の小麦粉を分析するとですね、まあ、タンパク質がだいたい 10% 弱で、残りの 90% 以上がデンプンなんですね。であとは微量な色素とか油とかそういうの入ってるんです。したがってほとんどがデンプンですから、炭水化物という捉え方でいいんじゃないでしょうかね。やっぱりちょっとカロリーが高い、カロリー高いですよね。あ、高いです、はい、やっぱり、はい。で栄養のバランス悪いですよ、そういう意味で言うと。その 10% あるタンパク質そのものも人間にとってはバランスがあんまり良くないタンパク質なんですね。良くないタンパク質、我々にとって栄養学的にいいタンパク質というのを表すのにアミノ酸スコアっていうちょっと難しいんですが、これは人間にとって100点満点だと100っていう数値が出るんですよ。もう血や肉になるようなもんなんですけども、小麦粉のタンパク質はですね、アミノ酸スコアが40点しかないんです。ちょっと低めなんですね。それで昔からですね、うどんというお料理を出すときはうどんとおつゆだけじゃなくて上にタンパク質を乗せるっていうのが文化として定着してるんですね。きつねうどんは大豆タンパクですよね。肉うどんはお肉のタンパク質ですよね。というように必ず良質なタンパク質を上にトッピングするっていうのがうどんの文化です。天ぷらもそうですよね。天ぷらの中にエビが入ってたりイカが入ってたり、あれはタンパク質を取ってることになるんですね。はあ、そういう意味合いもあるんですね、はいはい。あと卵を落としたら月見って言いますよね。いや、言います言います。卵はもう理想的なタンパク質ですからね。はあ、そっか。うどん時代だとそんなにいいタンパク質のない部分をそこで補う、そういうことですね、はい。なんか美味しいうどん
って聞くと、はい、例えばコシがあるねとか、果たして美味しいうどんって何なんだろうっていう疑問もちょっと湧いてくるんですけど。そうですね、食感っていうのは重要だと思いますよ。よく弾力性とコシのある麺でっていう CM というかコピーがありますよね、はい、弾力性とコシの違いってわかります？ちょっと待ってください、弾力性とコシ、よく弾力性があってコシがあるって言うでしょ。聞きます聞きます。それ、うん、あれなんか同じような感じもしますけどね。全く違うんですよ。違うんですか。弾力性っていうのはこれはあのゴムの弾力性と一緒ですよ。噛むのに力がいるのは弾力性が強いって言いますよね、はい、それで歯を戻すとその麺は元に戻ります。これ弾力性です。でもずっと噛んでいくとあるところで切れ目が入りますよね、はい、で切れた後にスパッと切れるかなかなか切れないかっていう差は食感に違いがありますよね。はい、これがそのなかなか切れないのをコシがある、それでスパッと切れるのはコシがない。あ、そう言われてみると分かりますよね。今すごいなんか振り落ちました。目から鱗でしょう僕だってなんか硬いものが全部コシなのかと思ってました。麺自体が、あ、違うんですね。弾力があるのがコシじゃないんです。まず切れ目が入るまでが弾力性です。はい、で切れ目が入って破壊が進行している時がコシなんです、うん、そっか、そういう違いがあるんですね、はい、だそういう観点で一度うどんを噛み締めてもらえますか例えば家でうどんを食べるってなった時に、はい、その美味しい食べ方みたいなものもあるんですか。大体ね、どのご家庭でも市販のおつゆ使いますよね。使います使います。であれね、ちゃんと作ってるんですけども、少し風味をつけてあげたいなと、それに対して少し一つアイデアを、乾燥した昆布を買ってきてですね、はい、ちょっとまあハサミで適当なサイズに切って、それでおつゆをお椀かお皿みたいのに入れて、で昆布をピチョッと入れて30分入れておくと風味がもう全然変わります。え、これは火にかけない、かけない、常温で入れとくだけなんですね、はい、それで変わるんですか。で元々ですね、その昆布だしの取り方っていうのがあってですね、まず最初室温の水に切った乾燥昆布を入れて一晩寝かせるんですね。そうするとじわじわと旨味成分とかドロドロした成分が出てきて、で十分に出てきたところで次の日に火にかけて温めるんですね。それで沸騰させると昆布のあのえぐみって言ってちょっと味にとってはマイナスの部分が出てしまうんで、沸騰直前にその昆布の塊を取り出すっていうのが本式なやり方なんですよ。でそれをちょっとだけ真似しただけの話です。じゃあ常温の状態で昆布を入れておいて、はいはい、しばらく置いて、 それから普通にうどんつゆにすればいい。あー、なるほど、はい。Sandy hair. Maybe his eyes are brown or blue. Maybe he has a fault or two. But I like men. If he has a gentle way, maybe he'll make me feel so frail. Well, that's my favorite kind of male. 'Cause I like men. I like the masculine.I like the mind. I like any kind of man that I can find. So the way that I feel, it's not hard to decide. I like southern hospitality or northern pride. Maybe he's a millionaire, or maybe he's poor. I just don't care why he can even lose his hair. 'Cause I like men.三菱自動車ピートの不思議なガレージ。皆さんこんばんは。知性と野生の王国の時間です。今日はどんな知性と野生に出会えるのでしょう。早速1台の車が見えてきました。ずいぶん加速がスムーズですが、先生これはアウトランダー PHEV ですね。電気とモーターだけで走るので車内もとても静かなんですね。これぞ知性の走りといったところ。今度は砂利道を走り始めましたね。四輪制御システム SAWC を搭載しているので、どんな路面でも安定感抜群なんですね。まさに野生の走りです。白熊ですか。目覚めてしまったんですね、ドライバーの探求心が。ああ、私も知性と野生が出会うとき、探求心が目を覚ます。ニュー・ユー三菱アウトランダー PHEV。 力強さか美しさか選ぶ必要などない。
クリーンディーゼルと 4WD の力強さそのままに、本革シートのプレミアム仕様、三菱デリカ D5 ローデスとロイヤルツーリングデビュー。さあガレージに戻ってきたぞ。次は緑、緑ですよ、任せて。よっと、もとこさんは黄色です。キャー、もう無理無理無理イエーイ、私の勝ちね。あー楽しい。ねえねえねえ、もう一回やろう、もう一回。カオルちゃんも。よし、今度は負けませんよ。って何やってるんですか。見てわからない、ツイスターゲームよ。いけない、気まずい空気をごまかすために始めたツイスターゲームでつい盛り上がってしまった。あ、ごめん、ゲームはここまで。私ちょっとしんちゃんに話したいことがあるから。え、僕に。あの、実は僕もあるんだ、元子に話したいこと。というか話さなくちゃいけないこと。え、ちょっと外で話そうか。そうだね。これは修羅場になるね、修羅場になるよね。どんな修羅場になるか見に行かない、カオル君見に行かない。博士、少しは空気を読んでください。え、ボッコさんが。ねえ、やっぱり元子っていい女よね。明るくて素直だし、それに何より人間だし。ボッコさん、恋愛話打ち明け制限回路を組み込んでいたはずじゃ。私、新一は元子とよりを戻すと思う。そんな。元子と顔を合わせているうちにね、そうしたくなると思うの。弱気になっちゃダメです。でも大抵どんな恋物語でも、幼馴染の女に後から来た女は勝てないものよ。うるせえ奴らのラムちゃんは幼馴染の忍に勝ちましたよ。ほら、ボッコさんラムちゃんっぽいからきっと大丈夫ですよ。どこがだっちゃ、うち全然似てないっちゃ。シク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 。わかったわかった、泣くなよボッコ。いざとなったら新一そっくりのロボットを作ってやるからさ。シク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 。本当？ああ、作ってやると。もうなんて安易な解決方法を提案するんですか。シク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 。だったら背は本物の新一より少し高く作って。うん、背は高くだな。あと声も渋くして。オーケー。高倉健の声にしよう。シク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 。あと顔は綾野剛くんにして。あの、それほぼ新一さんじゃなくなってません？シク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 。気のせいだっちゃ。ああ、それにしても新一と元子ちゃんは今頃何を話し合ってるのかね。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました。ここでプレゼントのお知らせです。ピートの不思議なガレージでは、番組特製の目覚まし時計を毎週抽選で3名様にプレゼントしています。私ボッコがあなたの名前を呼んで起こしてあげる。プレゼントが欲しい人は番組ホームページから吹き込んでほしい名前を添えてご応募ください。